お灸ととは、福岡県福岡市を中心に食べられている、海藻加工食品。お灸人、ふふとし、お気毒活とも表記される。成分の内訳は96.5%が水分、残りのうちタンパク質が0.4%、炭水化物が3%、海分が0.2%である。すなわち栄養は高くないが、独特の食感などが評価されている。 江戸時代の筑前国産物町では、受けうとの名称で紹介されている。元来は福岡市の博多地区で食したが、その後福岡市全体、九州各地に広がる。福岡市内は毎朝に行商人が売り歩き、専門の製造卸しが1997年頃に約10店があった。福岡県内は1990年代から原料のエゴノリの不良が続き、 2000年代は、石川県の輪島市などから仕入れている。主食が、米飯からパンなどへ変わりつつあることからしょさらに盛られたお給と原料のエゴノリと、中天や天草をそれぞれ水洗いし、状態を見ながら天日干しを1から5回繰り返す。ぶどまりは7割程度だが、本工程を省くと風味が劣り、色調が黒く仕上がる。天草は、香りが薄れるため、 自家用の場合は洗う回数を減らすことがある。次にそれぞれ天日干した英語草と中点をおよそ7、3から6、4の割合で混ぜ、よく叩く。酢を加えてに溶かしたものを、裏ごし、小判型に成形し常温で固める。博多では、小判型のお給湯を丸めたものが売られている。よしあしとして、飴色で引きがあるものはよく、黒っぽい飴色のものは好まれない。 緑色のものには、おきゅうととして売られているが全くエゴさが使われていないものもあり、甘草が主原料のものは、ところてんで、おきゅうとではない。新潟県や長野県では、エゴさのみを原料に、おきゅうとと製法が同じ、イゴネリが食される。おきゅうととの製法上の相違点は、エゴさを天日保しせず、中天を使用しないところである。5ミリから1センチの短に切り、 鰹節の上に薬味としておろし生姜、または刻みネギを乗せ、生醤油、消し醤油、ポン酢醤油、ごま醤油などで食す。もっぱら朝食の際に食す。語源は諸説ありなどが挙げられる。ABCDEFGHIJX の聞き食え、福岡県の郷土料理同文書院、東京都、1984年10月15日、第1版、第2冊。 40から44ページ。虫度 BN06140416。AB 大村博久、他、福岡県における主要市販加工食品の調査豆腐、及び沖宇と九州大学農芸学士、ボリューム29、P45 から49、1974年、朝日新聞1997年8月13日付長官、家庭面。 P21AB 朝日新聞2007年5月29日付長官、福岡地方面、P30AB 朝日新聞1998年5月16日付有官、経済特集面、P7。ありがとうございます。